ちの日本語を見てもらって、こんな内容でした。参りましょうか。まあ、ちょっと私立編なんで足早にも行きますけれども、まず最初の悩みが、Listening is quite difficult at point hearing。まあ、聞くということと聞く。だこれは耳を傾けるの意味なんでしょうね。その、あえて分かりやすく言うと、耳を、傾ける。傾ける。はい。耳を傾けるっていうのと、単純に聞こえてくるの意味なんでしょうね、こっちだったら。まあ、こんな感じのニュアンスですよね。はい、まあ、耳を傾けるということと聞くということはもうはっきり違うと。うん、で、Listening can only be developed through practice。 もう練習通じてしか得れないよ。 This is especially true for social workers。 ソーシャルワーカーっていったら要するに高齢者の方々に対して、接するような仕事をしている人たち。ソーシャルワーカーは特に当てはまります。 In order to listen、 聞くためにはまあ、耳を傾けるでしょうか。耳を傾けるためには Social workers must be able to demonstrate a lot of interest in their encounters with other people、ね、っていうようなところで、まあ、ソーシャルワーカーの人っていうのはまず、ね、あの年齢のいった方、ね、彼らが対峙する年齢をいった方に対してこう興味も持ってないといけないし、それを示さないといけないし、さらにこう続くわけです。 Seek to understand the world fromThe perspective、ね、で、and perspective は観点、視点ですから、単語をしっかり覚えておいてね、はい。彼らの観点から世界を理解するよう追求する必要があるしっていうふうな、言い方ですよね。ああ、そうや、これ、開示する人って言うけど、普通に出会いでよかったですね、失礼しました、出会いに興味を持たないといけない、示さないといけないし、観点に対して世界を理解しようと追求しないといけないし、and be aware of the importance of non-verbal communication。 ごめんなさい、ちょっとちょこついとったけれども、あの、ね、ってあるんですけれども、口頭のって意味だ、verbal。で、これちょっとでも覚えててください。verbal は口頭の。おしゃべりの方の verbal っていうんだわ、うん、で、今回は non-verbal communication ですから非言語コミュニケーションの重要性に気をつけるべきであるとなってて、で、1番のところが4択になってるんですよね。で、ちょっとこの構造をしっかり追うんだよ、こうやって。こういうところも大事になるからね。で、4択のとここうやってあって、まあ、一応じゃあ貼っていきますかね。選択肢を選ぶときにやっぱり単純に選べて正解することできるだけじゃなくて、スピード感とかも大事になってくるよねっていうようなところでこう見たときに、うん、スピード感もやっぱ大事になる中で4択がこう並んでて、まあ、役ちゃんと取れればある程度正解できると思う、ね、示すことを、する必要があるし、追求する必要があるし、気づく必要がある。並列でこうやって3つ並んでてさ、3つ並んでるわけだろ、うん、もしミアリーなんかを選んじゃった人がいたとする、まあこれオンリーと一緒の意味なんだわ。ただ何々するだけ、ミアリーってさ単に何々するだけでオンリーと一緒の意味なんだけど、とかハードリーほとんど何々ない、つまり否定の意味だよね。こっちも否定が伴うんだけどさ、うん、言語において並列句を作るときに肯定否定肯定みたいな並列句は作らないよね。
自分たちも喋ってて、僕こうだと思うし、こうだと思うし、こうなんだって言うけども、僕こうだと思うし、これは違うけど、でもこうなんだって、そうやって展開してるよね。並べて物を言うときって基本的には肯定か全部否定かだよね。こういうのもスピード上がるからね。で、セパレットではさすがに分かれてって意味だから、部位としても違って、だから積極的にのアクティブにできる。多分読めて正解できるんだけども、こういうスピード感っていうのはやっぱり文章の構造大事になってくるよ。で、そういうのをパーって見抜く力も必要だよね。だから、どれも肯定の並列なので、そうすると、only とか hardly みたいな否定の意味は入らないし、そもそも否定句が2つある以上、どちらも選べなくなっちゃうかっていうのもあります。はい。で、次ですけれども、だから、こうしっかり話聞かないといけないんだ。なんとなく続きます。コミュニケーションスキル、such as asking further questions。ね、こう質問を聞いてみる。expressing the same message in different words。ね、違う言葉で同じメッセージを表現したり。and using non-verbal communication can tell all the people that they are fully and the information they are giving are important being closely attended to。要するに手元に日本語もあるからさっとでもちょっとやってしまうんですけれども、常に相手に対して、ね、質問してあげたいとか、言葉変えて同じこと聞いたりとか、非言語コミュニケーション、身振り手振りとかを使うっていうことが、ね、彼らと情報交換するときにはすごく大事だよっていうような話をここではしている。で、第2パラグラフ入っていくわけなんですけれどもここから第2パラグラフで、バットは使われてるんだけど大きく転換はしてないよね。ここで言うバットオールソーっつったら、だけれどもこれもまた大事だよっていう風なニュアンスなので、大きく第1パラグラフで挙げたことに対する否定とかはなくて、むしろ第2パラグラフの役割って言ったら、そのまま情報が追加して並べられてるタイプです、これ。はい、ね、ですからある意味 not only までついてないけど not only but also と似たような構造になってるよね。active listening involves social workers pay close attention to older people。積極的に耳を傾けること、はい、というのは、ね、高齢の方々に対して近く注意を払うソーシャルワーカーのことを含んでいるが、だけどそれだけではなく、はい、彼らに対してまた耳を傾けられているよ、コミュニケーションを取ることも含まれているよっていうふうな、直訳すると流れになって、まあそれのことを、ね、実際のそこの役の方では、彼らの話を聞いているということを彼らに対して伝えるっていうふうな言い方をします。私はちゃんと話を聞いているよ、彼らが聞かれているっていうことを彼らに伝えるってことです。彼らが聞かれているということを彼らに伝えるっていうふうな言い方をしているね、ってなところです。はい、で2番なんだけど、ここから解くわけで、It's difficult skill to acquire。 この技術を習得するのは難しいですってなってて、自分なんか割と英語は慣れてるから、前提したものに対して急にそれが難しいって言ったらその理由が来るなとか思ったりもするんだわ。ただあなた方慣れてないからすごい日本語的に考えちゃったかもしれないんですけれども、この次ちょっと2番のところを見ていくんだけどね、はい、次2番のところを見ていくんですけれども、まず直訳すると習得するのに難しい技術なんです、ほにゃらら。 It requires social workers to focus on listening rather than allowing their mind to drift off into other thoughts。 まずドリフトオフは、これ一応ドリフトオフで居眠りするっていう意味はあるんですよ。ただ今回さすがに居眠りまではしてないです。失礼、ちょっと極まりないからね、話してたりこうやって居眠りしてたら、心を奪われるとか気を散らすの意味で使ってます、今回はね。
きますよ。まあ、こうやって考えていくんですよ。耳を傾けることって習得するのに難しいスキルなんですよっていうふうにあってて、次こちらに耳を傾けることっていうのは、先こっちから訳した方がいいか。ソーシャルワーカーたちが他の考えに彼らの心が気を取られてしまうっていうのがね、よりもむしろソーシャルワーカーたちに聞くことを集中する方を求めるから、聞くことに集中することを求めるからってなってるね。決めたかな。はい、まず高齢者の方と話をしていて、ずっと話を聞かないといけない。そうするとなんかずっと言ってることとか尻滅裂になったりして、要するに彼らの心が他の考えに気を取られてしまう。よりもむしろソーシャルワーカーの人が聞くことに集中することを求める。だから難しいってなってるんだわ。やし、日本語的にそのあたりが読めて正解がね、理由を表すアズっていう風に持ってくのが一つなんだけど、今回これすごいいい鍵あるんだよ。ちゃんと見えてたかな。もし文位から考えてね、求める一方とか Y ね、求めるけれども、まあこれはちょっとなんかやりにくいけど、あの Yet と Alls をどっちもあるからにもかかわらず、けれどもって情報のスタンスが2つあるから、ここは消せると思うわ。もし while とか選んじゃった子いて、日本語的に考えるのはあったかもしれないけれども、ここ見よう、ここ見れとった、ほら、ここの構造見れとる、ほら、わかる？これ見えてる？筆者はあの耳を傾けることが難しいっていうのを2回にわたって表現してるから難しい。でこっちは because 使ってくれてるから、それがまたなぜ難しいか、なぜならで、しかもその後にちゃんと require してるわけでしょ。ここは見抜いてほしかったかな。全体的にこの感覚の問題使ったのは、単純に読むだけじゃなくて構造を見ることすごい大事なんだよ。うん。で、こっちで because 使ってるっていうところを見ると、それはまた難しく、なぜなら。だからこっちも理由で考えるのが適切だよね。なぜならの as。as は理由いけるからね。as because いけるよ。その辺も気をつけてね。as は because でやっていいし、when でもやっていいし。またちょっと特殊なので、何々するにつれてとか、だけれどもとかあるけれども、理由の表す圧で、ここの並列関係が見れるといいかなっていうふうに思います。だからちょっと伝えたいこととしては、単純に訳を取ってね、与えられた情報に対してそれが実は習得するの難しいんだよって、急に難しいって言ったからやっぱり理由求めるよね、どうしてのって言って、求めるから難しいんだよっていう文章を読み取ってもできるし、でもそれだけじゃなくて、今回だったら It's a difficult skill to acquire の後に It's also difficult っつって、それはまたこういうところも難しいんだよって、文章が大きな流れで並列構造になってるから、ここの because からもヒントになって見抜けるから、またこういうことを、あのこういう文章の構造って大事にするといい、とにかく、うん、なので単純に訳だけじゃなくて見抜くポイントは結構あったりはしたというようなところです。はいね。で、ただそれだけじゃなくて、この問題の漢学さんはね、ここでちょっと解きやすくはしてくれてるけど、それだけじゃなくて、このところがしっかり訳できてるかどうかっていうのが次の問題で問われるように作っていた。 This は当然前の文章のことです。彼らの心が他の考え方にこう傾いてしまう
よりもむしろ集中して耳を傾けるっていう風になってるんだけど、 This can be very hard to do。 これは大変難しいことなんですよっていう風に一番で言っていて、ちゃんとここの役が取れてるかも聞いてきてるところはいい作り方してるねって思います。だからちゃんと読めてもないと、ね、構造だけじゃ解けないぜっていうのでここに4択が出てきます。こんな感じで作ってます。はい、ですよね。ここ A を使ってるワンダーですよね。だから歩き回るですよ。うろつき回る、歩き回るの方だけれども、考えが歩き回るはさすがにおかしいよね。頭を巡るとかでいいんだよね。うん、ぐるぐる巡るっていう感じです。頭の中を巡る、まあ、ちょっとかなり意訳じみてますけど、こういう発想です。ね、彼らの心、まあ考えね。彼らの頭の中が考えを巡っているっていう風になってるわけなんだけれども。はい。だからその意から見ていくわけや。はい。ね。で、A から見ていくと、残念なんだけど、これでも意外と解きやすいのは主体者が全部違うんだよね。A は、おとしめした人の考えがぐるぐる巡っちゃってるというのをできないようにするってなってるから主体者が違うね。はい。 C もそうだよね。情報を収集する技術を習得することは老人にとって難しいになってるよね。で、これもそうだよね。 require all to do の形だから、O to do は S' V' の関係性になるから原則。老人が集中することを求めるようになってるから。おとしめした人に集中させるわけではないので、正解は B になる。ただ、主体者だけじゃなくて、読めたらよかったのは、ちょっと難しいのは、ここの表現は難かったと思うよ。これを使ってきてるんだわ。work at ing を使ってきたのは若干難かったかなって思う。ここで多分引っかかりはあって、しかもなんか work at not letting っていうのになんか気味悪さを感じた人もいたと思う。それがちょっと狙いかな。ニョロニョロに真剣に取り組むっていうんです。work at ing で。これちょっと分かんなかったら難かったかなっていうのも感じてます。ただ主体者の違いも見抜けたら嬉しかったかなっていうのは思います。はい。だからソーシャルワーカーの人が高齢の方と話している際に彼らの考えを巡らせないよう取り組む必要がある。他のことをぐにゃぐにゃ考えないようにする必要がある。だからここに NOT が入ってる。当然この NOT は何々させないという形で後ろの Letting 以下にかかっているので、頭の中で考えを張り巡らせない必要があるっていうふうなところです、はい、でここまでで大体第2パラグラフが出来上がってます。はい。ビボロック的に話すと、なんかね、お年寄りとかとずっと喋ってる経験がある人とか分かるんだけれども、まあ、私もあんまないんですけれども、すごいなんか同じことを繰り返し言ったりとか、ゆっくり喋ったりとか、まあ、正直何言ってるか分かんなかったりとかするんだよね。仕方ないよね、年齢も年齢やし。でもそれに対して要するにどれだけひたむきになれるかっていうことをこの文章では言ってるんだよね。うん。だからその意もちょっと捉えにくかったら読んでてしんどかったかもしれないね。これから特にね、私立に向けて3科目に集中してる人もいれば滑り止めの人もいますけれども、英文はとにかく読めばいいですよ。そこからいろんなことを学んでください。とにかく解くことは大事です。で、要復習すること、内容を理解していくことっていうのがあなた方の、見識とかも高めていくのでね。こういう考え方があるんだっつって、この1ヶ月1ヶ月半でまだまだ伸びますから大丈夫です。で、じゃあそのまま第3パラグラフ、時間も時間なんで行ってしまうんですけれども、はいね。で、はい、まあ最後のところはこのまま読んでいってね。ノンバーバルコミュニケーション、非言語コミュニケーション、メイフンクション、ファンクション動詞で使ってます。機能するということでいいんでしょう。 As interpreter of verbal communication、
まあ、口頭でのコミュニケーションに介入するものとして機能しています。The law of non-verbal communication in interaction。 コミュニケーションを取る時の、まあ、非言語コミュニケーションの役割はファンダメンタル、基本的なものだ。はい、基本的なものだからこれはもう手に取らないです。 Basic の D でいいと思います。 Basic の D でいいと思います。はい、ような形ですね。で、基本的に必要。For thinking about non-verbal communication is particularly important with respect to older people。 ね、年齢のいった方をちゃんと敬うという意味でも非言語コミュニケーションは大事と言ってます。 We must consider the needs of older people to make sure they are fully engaged。 ね、で、協定の時にも言ったね、メイクシュア大事にしてねって言ったよね。今回も問題絡んでたよね。TF 問題で絡んでたと思うんで。はい。ね、もう完全に従事する。そこにコミュニケーションを取るときに彼らの需要に没頭してくださいって言ってます。メイクシュア確実にする。何々するよ、確かめるだからね。メイクシュア大事にしてね。強い意志、こうなってるんで。はい。で、そのまま見ていくと、やっぱ高齢の方って、Older people may have a significant hearing and sight loss。 聴覚、視覚を著しく失ってるから。Which can have an important on their ability to participate in verbal communication。 っていうふうに続いているわけであって、はい、ね。ここですけれども、これね。よいしょ。で、皆さんもしかしたらこの最後の3番のところなんですけれども、頑張って文位からも、追ったかもしれないけど、まあ一応この後ろに On their ability to participate in verbal communication on one-to-one basis or in group settings、 1対1だったり集団でのコミュニケーションを参加する場合の能力に著しいって読んだかもしれないけれども、もうすっごい自分とか、あ、はいはいって言って解いてるよ。あ、ここオンついてるでしょ。もうこれぐらいの感覚でも全然大丈夫よ。うん、しっかり覚えておくことね。インフルエンスとインパクトとエフェクトっていうのは影響を与える内容に対してオンです。はい、何々に対する影響です。ちょっと漠然とも影響ってあえて書くからね。あえて書くから。漠然と影響です。細かい意味はちょっとね、影響とかちょっと強いインパクトとかエフェクトね、効果とかありますけども、影響でいいです。音から分かるのでそれでいいかと思います。あとは部位からもそうですね。はい。これぐらいのね、前置詞に対する対応とかもしっかり見れるといいですね。っていうようなところで。うん、終わりに当たりまして、 TF 問題、本当は感覚 TF じゃないんですけど、文章削ったんで感覚は正しいものを選べなんですけど、あえて TF にしておきました。なんかちょっと文章削りすぎたんでちょっとあれだなと思って。最初の頃でこうあるね。 Listening is quite different act from hearing、ね、耳を傾けることと聞くことは全く違うぜ。聞くこと、耳を傾けることは練習を通じてしか得れるものではないって書いてあるから、ヒアリングスキルスについては書いてないので、まあ、ぶっちゃけ N があったら、書いてないがあったら書いてないなんですけど、今回はないのでもう F でいいです。書いてないんですもん、それ、はい、これがリスニングだったら正解ですけど、ヒアリングスキルスは×でいいです。はい、で先ほど、まあ先に言えるか、 Well, the communication skills which social workers need is active listening。 これはめっちゃ大事言うてたよな、 T やし。で、先ほどメイクシュアの話したよね。メイクシュア大事だよっつって、完全に従事することが大事だよって言ってるのに should not ってなってるから、これだったら完全に従事してないよね。 F で大丈夫です、ね、で、
いかに難しい大学になっても文章のレベルがちゃんと取れる問題取れない問題ってあって、 C なんかは典型的なノットを隠したら正解になるんですね。これどこでも使うから、否定句ハーリーとかミアリーとかでもあるし、ナット、ネバーとかでもあるし、ノットを隠したら正解になるっていうのはよく作ってるので、今回は、あれノットなかったら正解だからノットあって不正解っていうふうなパターンです。こういったパターンにも慣れてしまってください。ということで、全部回答はしたかな。よろしくお願いいたします。